目惚れ、いただきます。食べるぜ。今年もうまいね。いいね。ありがとう。さすが一目惚れ、なんでも合うね。このうまさ、まさに一目惚れ。いや、なんか言えよ。日焼け食欲、宮城米、一目惚れ。宮城米、いただきます。何にでも合う米、寿司にぴったりな米、ツヤツヤな米、米だけでいけちゃう米、まさにうまべら。取るなよ。日焼け食欲、宮城米。はい、お願いします。演技とかの曲に行くからですよね。はい、はい、じゃあお願いします。うーん、うまい。このうまさ、まさに一目惚れ。なんか言えっつってんの。なんか言えよ。お前だよ、お前。お前に言ってんだよ。さあ、では、行きます。よーい、スタート。うん、お手拭きください。もう一回行きましょう。今回エキストラさんがいっぱいいましたね。あんまり JA お米のね、コマーシャル二人きりが結構多かったんで、ちょっと緊張しましたね。人が多かったんで暑かったですね、はい、今日食べましたね。で撮影では食べなくてもいいんですけど、唐揚げも3つ食べちゃう。回ってないところですね。普通に食べてました。美味しかったです、ちゃんとね、作ってくれてるから。そう、フリーさんがね、一生懸命作ってくださるんで、はい、美味しかったですよ、まあおかずに合いますからね、宮城米は。一番合うのはソーセージかな。ソーセージあった。ソーセージなかった。家でソーセージ焼いて、そう、食べてる。俺一番好きなのはやっぱ納豆ですかね。ソーセージじゃねえのかよ、そこは。おかずで言うとソーセージだけど、納豆はいっちゃうよね。ご飯にかけて食べるのは納豆かな。海外の人にも人気あるんですけど、ふりかけとか。ご飯さえあってくれればお腹空いた時に、そうそうそう、納豆かけるもよし、ふりかけでもよし、助かりますよね、粘り気がある。また品種があったりとか、あとおにぎりとかね、お寿司用の品種があったりとか、バージョンによってね、何種類も品種が違ったりするのも宮城米の特徴かもしれないですね。伊達政宗はね、結構いろんな人に送ったりしてるんですけど、大好評ですね。すげえ喜んで食べてくれるね。我々よく美味しそうに食べてくださいっていう指示があるんですけど、難しいですよね。CM の時に。だって美味しいんだから。もう普通に美味しい、なってるんです、自然と。だから今回も自然な美味しさの顔になっていると思いますね、そこら辺も見ていただければと。そうですね、思いますね。でもなかなかね、家のお米買えるってことないじゃないですか。一、はい、回ちょっとね、どっかで試食とかしてもらえれば、あ、そうですね、美味しさ分かると思うので、はい、ぜひ食べてみてください。上手に炊いてほしいね。そうですね、本当にたまに下手な人いるんですよ。そうそう、水入れすぎ注意でございます、たまにあのお弁当でもビシャビシャってやつね。それはちょっとどうしようもないんで、本当ちょっと固めぐらいでいいのかな。固めぐらいでいい。新米なんか特にね、みずみずしいから、若干水水分少なめで炊いていただくと、本当に美味しいご飯になりますから、そうすれば僕らみたいな顔になれますから、はい、僕がなりたいんでしょ、はい、こういうふうになれますか、はい、よろしくお願いします。一目惚れ、いただきます。今年もうまいね。なんでも合うね。このうまさ、まさに一目惚れ。なんか言えよ。日焼け食欲、宮城米、一目惚れ。